地図大学展問題1838年地区冬の大学本館火山大学は、ロシア沿いボルガ連邦管区、タタールスタン共和国の首都火山にある大学で、2010年に連邦大学となり、火山連邦大学が正式名称となった。1804年に創設され、ロシアの大学の中では、モスクワ大学に次いで古い。ボルガ川の下流域やウラル地方における、研究、 教育の中心地となっている。また、有機化学発祥の地としても知られている。1825年に完成した火山大学本館は、建築家のピャトニーツキーの手によるもので、幅160メートルの端正なファサードを持つ。19世紀における、ロシアの地方都市の新古典主義様式の代表的建築として評価されている。ロシアの大数学者、ニコライ・ロバチェフスキーは、 1827年から1846年まで、火山帝国大学学長を務めた。アレクサンドル・ブートレロフ、ウラジミール・マルコフニコフ、アレクサンドル・アルブーゾフらが、火山大学で教鞭をとっている。また、1875年から1883年に、教授を務めたポーランド出身の言語学者、ボード・ンド・クルトネは、 後のプラハ言語学派につながる火山言語学派を創設することとなる。帝政時代は歴史、言語学、物理学、医学、法学の4学部を備え、1917年の10月革命の後に学部が拡充された。シベリアのトムスクに大学が設置されるまで、ロシア帝国で最も東に位置する大学だった。このため、ロシアにおける 東洋研究の拠点に位置づけられた。大学付属図書館の休館には東洋学関係の膨大な文献資料が所蔵されている。帝政時代末期には反体制を施行する学生運動の拠点となり、この学校に通っていたウラジーミル・レーニンは学生運動への参加を理由に方向処分を受けた。しかしながら、後にソビエト連邦の建国の父となったため、 大学本館の前に霊人像が建てられた。通常、霊人像は頭の剥げた壮年の姿であるが、火山大学の霊人像は髪を蓄えた、学生時代の若き霊人の姿となっている。2010年、ゾイ・ボルガ連邦管区を代表する連邦大学として指定され、以降火山連邦大学、または単に火山連邦大学と呼ばれている。 約100カ国から1000人の留学生が在籍している。日本からは、金沢大学、埼玉大学、東京外国語大学から留学生が来ている。副専攻で日本語を学ぶことができる環境にあり、日露青年交流センターより日本語教師が1名派遣されている。物理学部、ありがとうございます。